5年前の東日本台風は経済活動にも大きな打撃を与えました。阿武隈川が越水した影響などで JR 郡山駅にほど近い郡山中央工業団地は立地する企業の9割が浸水しました。被害に遭った企業の一つ、食肉の加工などをする伊藤フーズです。だいたいこれちょっとうっすらと残ってますけども、この辺まで浸水しました。工場に水が押し寄せ膝の高さほどまで浸水。出荷予定の製品や製造に必要な機械も水に浸かりました。こいつたち全部、こういうのは全部当然ダメでね、泥にまみれた工場内の清掃や消毒、さらには機械の修理や交換など、完全復旧するまでに3ヶ月かかったといいます。うちの被害額の算定されたのが2億4、5千万だったと思いますね。もともと地面と建物をそれぞれ1メートルかさ上げしていましたが、被害は想定以上大きな損害を受けました。もう二度と同じ思いはしたくないと、東日本台風を機に伊藤会長は改めて水害対策を見直しました。二度目は嫌だからということで金額は高かったけども、その防水壁やなんかをですね準備したと。その一つがこの大きな壁。川の氾濫による浸水を防ぐために工場の周りを囲むように防水壁を作ったのです。これだいぶ高いですけど、はい、何メートルぐらいあるんですか？3メートルですね。このほか水害に備えた訓練や社員の安全対策などを盛り込んだマニュアルも作成。会社全体で万が一に備える体制を作りました。これから先は本当にこれ3メートルも作ったけども、本当にそれで間に合うのかなと、他の今回の他地区のねあれ見てると、そういった不安もまだあるのはありますけども。観測史上最大、数十年に一度といった最近の雨の降り方を見ていると、この対策で十分なのかと心配はつきません。ここの企業だけではやっぱりこの天災にはなかなか立ち向かうのは難しい、そう思ってますね。